名古屋の百貨店ですが、はい、勢力図が大きく変わっているようなんですね、うん、今からおよそ20年前2003年の売り上げそれぞれご覧のようになっておりまして、うん、やはり松坂屋名古屋店がもう群を抜いて売り上げがいい、うん、ということなんですけれども、はい、2023年、20年後、こうなりました。はい、アミリさんどどうででですすか印象いいやでもずっっと冬の時代てて言われて長いですけど、はい まあこういう言い方どうなのか思いますけど、うん、結構持ちこたえて。 るんじゃない、頑張ってるかなと松坂屋さんについては、はい、そうですよねー。JR 名古屋高島屋はあのゲートタワーモールのオープンもありましたので,で、ね、大幅に増えているんですけれども、はい、名古屋三越や名鉄百貨店はこのように減っておりまして丸栄<ー>は2018年に閉店ということになります。な、はい、くなってます。4M1T なんて名古屋では言うけど,うんど随分ねあの状況が変わってきてるわけですね。はい。そして東海地方では2020年以降に、IT 市県内の四つの百貨店が閉店ということになっています、はい、さらに VTR でもお伝えしましたが来月いっぱいで岐阜の高島屋が閉店しますので、うん、岐阜県内に百貨店がなくなってしまうんですよね、うん、百貨店デパートという業態が随分変わってきているわけですが菊地さんは百貨店デパートというのはどうですかあんまり僕自身は行かないんですけどただな,なんかあの 要するに長く使いたいなというものを<ー>買いたいときにはくいやはりその上質なものがとりあえず行けば何かあるだろうという。そこへ行けば悪いものは あのないだろうっていう安心感はありますね。確かに。はい、まあ私の場合も手は届かないんですけど、有名なあのブランドの,の洋服が本物はどんな感じなんだろうかって言って見に行くことは、見 <laughs>、えー、記事を見たりとか、あこれが本物なのかっていう感じ。<laughs> どうですか？私は20代の前半はいろいろあれが欲しいこれが欲しいってあったんですけれども、早くもちょっと物欲がなくなってきました。あんまり行かなくなりましたね。あ<ー>まあまあ時代の流れということもあるんでしょうが、はい、ただやはり長年培ってきた看板とか。 信用というのののののがありますすで、はいえー、そそ辺上質なものを見せるる提案する、はい、それから今たくさん高層ビルができているのでまち、はい、づくりの核になることができるかどうかというところの、ね、ような気がしますね、はいはい、そのまちづくりの核になるかどうかどんな役割を果たしてくれるか期待したいリニューアルを、ね、やっていらっしゃるということですから、えー、期待したいと思います。